まあいつも人生かけてやってくるやろうし、まあ、中途半端にやってこうへんやろうから、まあ俺もそれなりに人生かけて本気でやろうと思って。今までの不満、まあお互い多分あるんやろうけど、それを全部ぶちまける、ガチで殺しに行きます。俺が負ける確率はもうゼロやな、 100% 勝つ。まあちょっと弱いもんいじめみたいになるかもしれんけど、まああいつの根性だけ見たって負けることはない。というかもうそのどっちかがギブっていうまでやりたい、それぐらいの気持ち。まあお前のプライドも根性も何もかも潰してあるからな、まあ当日楽しみにしとくよ。まあ、喧嘩売られて間違いない。お前俺に勝てると思ってるやろ。勝てへんから、今回それ見せつけるから、ガチで殺す。以上。ずっと考えてるけど、相当関係してるよ。だいついけると思ってるもん、ちゃん本気でいけるでいけるって思ってたよ。せん、あ、怖いな、怖いな。相当心理も燃え上がるんやったから、ほんま、うん、まあそれぐらいの方がいいよね、うん、勘違いやろう、そうするって感じだったから、って勘違いしとった、あいつがしてた。そのガイダンスは着信拒否。着信拒否されて。